メムナペコナマジック。マジックってなんて言うの。 One hour later Show me Permission。 行くよムナ、行くよムナ。見てくれてんのかな、それともホテルやってる。あ、見てる見てるね。タタラータタラータタラー。おお。タタラー。ハムアナカナマ。あんたたち知ってる？マイクラには魔法の粉っていうもんがあるんだよ。魔法の粉。あれコップどうした？あった。魔法の粉を振りかけました。いくよ。大きくなれ、大きく、ほら、わお、大きくなれ、わお、立派なね、わお、早っ、よし、これで。We're back where we started。いててて、いてぺこだけど、よしよしよし、うんでここで一回バイバイ、え？I want my money back. I want a refund. No! 今マジックショーペコだから、マジックショー、マジックショー、ペコら下半身がマジックショー行ってるペコなんだよ今。下半身はイリュージョンで飛ばしてん。あ、ピョーン、ピョーンビ、ピョーンビ、ピョーンビ、こういうことね。ペコらってマジックショーもできるタイプペコだから。 You liar。あのさ、ペコーラさ、ハリーポッター、ハリーポッター好きなんだけどさ、ハリーポッター、ハリーポッター、みんなも知ってる？ハリーポッター、魔法のさ、ファンタジーのやつペコ、映画なんだけどさ、ギミだ。 USJ でさ、ハリーポッターのさ、ところがあるの知ってるでしょ？あるの知ってるペコでしょ？でね、そこでね、なんかさ、乗り物とかも乗ってすっごい楽しくて、でもペコーラはさ、結構、ハリーポッターとかね、まあ見てたペコだけど、まあまあちゃんと、なんだろう、ちゃんとじゃないペコだね、なんかにわかな要素もたくさんあったの。で、お土産屋に、知ってるかな？杖が売ってるの。杖。あの、なんていうの？あの、魔法が出せる、リンカーディアム・レディオーサー。あなたの発音は、レディオーサー。みたいな感じの。It's レディオーサー。Not レディオーサー。コーラは、やっぱマルフォイの杖が欲しかったペコだからね。マルフォイの、なくしたの違うペコだよ。あの、マルフォイの、あの、杖が欲しくて、で、友達は、あの、なんだっけ、あの、知床の杖じゃなくて、あの、ダンブルドア先生だっけ、の、最強の杖みたいなね、欲しかったらしくて、で、ペコーラは、もう、マルフォイっていう文字が見た瞬間、これやと思って買ってね。で、友達も、なんか店員さんに、あ、これは最強の杖ですね、みたいな。いや、あ、そう、ニワトコの杖、ペコ、そうそう、ニワトコの杖。最強の杖ですね、みたいな感じで、二人でね、買っちゃったペコだね、へへへへって言ってたのね。そう、カウフォイ、そう、買ったペコなの。で、その後、普通にまあ遊び終わって、で、バスでね、戻ろうとしてたの。バスで、ま、あの、ホテルとかに戻ろうとした時に、やっぱさ、自慢したいペコじゃん、杖ってさ。杖ってさ、自慢したいでしょ、杖。人前で。買ってない人たちにもさ、やっぱ、杖買っちゃったペコだよ、みたいな感じでさ、やりたいペコじゃん。だから、ペコラとその友達で一斉にね、出してね、へへへへへってやったの。ペコラマルフォイ買っちゃったフォイみたいな感じで言ってたら、多分ね、ハリーポッター大好きな人だったんだろうね。それ違くないですかって。えって思って、いや、マルフォイって書いてあったし、みたいな。書いてあったペコだよ。これはペコーラのマルフォイの杖を妬むんじゃないよ、あんた、みたいな感じで話してたら、それマルフォイのお母さんの杖ですよねって。え、嘘でしょって思って、調べたら、マルフォイのお母さんの杖で、すげえ、なぜあの時店員何も言わなかったんだろうと思いながらも、なぜかお母さん
買っててさ、なんかベコラだけ悲しい思いしたよね、マジで。いや、マジさ、ひどくね、も悲しかった。それが悲しくて、でも家にもまだあるペコだよ、ちゃんと捨てれないから。それはもうある意味大事なさ、トゲトゲのやつよ、トゲトゲの下がさ、なんかポポポポポポってなってるやつなんだけど、今でもあるペコだから家に。飾ってるよ、いい思い出よ、いい思い出。それが悲しかったな、一番。Meanwhile。何ペッタンコポッター？死ぬ！お前、あげっ！ひでぇ。ひでぇよー。ペッタンコポッターはひでぇよー。ちょっとあんまりちゃんと覚えてない。自分のところがひどかったことしか覚えてない。他の子たちはさ、どんなこと書いてあったの、あれ。